ああ、はい、どうもちょっとだけやんねお疲れさまこんばんは,こんばんはちょっと寝不足なんであのちょっとだけ誕生日配信までの間にあの配信をキャスをやりたいと思ってますで今始めました誕生日とありとう、はいこんにちはこんばんはおすこんばんは マジ…えっ、ー、と、8時15分で終わりにします。はい、こんばんは。8時15分でおめでとう…い、こんばんば分で終わりにします。こんばんは。眉毛があり、嬉しいですね。何飲んでるのこんばんは。えー、のこちゃんこんばんは。こんばんは。髪の毛。ちょっと、ね、俺ほんとやばい、今。こんばんは。<laughs> 頭おかしくなってるわ。 寝てないん、ね、こんばんは。寝てない。寝れなかった。床が抜けちゃう、こんばんは。みんなの誕生日プレゼントで大量に届いたんだよ、マジ。あはなちゃーざんす。あはなちゃあっんす。これ、録画かなあやったね。こんばんは。録画のお茶ばかりあやたね。こんばんは。イヤホン、知らんねえ <laughs> こんばん。イヤホンないとか、こんばんは。え、あー、こんばんは。そう、ダンボールとかプレゼントにごめん、ちょっとこんばんは、ちょっとね。 タンプレ発表しますかあいや、発表ってか、俺、開封配信とかしないよ。もう全部開封して。うん。服とか、もう、うん、全部一応開封,し開封して。70着着たからね、服。今、お食ってます。買ってきたんで。まんまん。今起きたの。いや、むしろ寝てんない。昨日からプレゼントで。 寝てんない。プレゼント開封で。ずーっと。寝てんない。こんばんは。マジで、あの、服が70着で、あと他にもいっぱいあって、そう、ね250個ぐらい届いたんじゃないかな。プレゼント。やばいよ、今年。<laughs> やばかった。 こんんば親父と、だから親父に手伝ってもらって、来てもらって。段ボールとか、ゴミ袋とか。そう。クソいやいやいや、嬉しい悲鳴ですけど、嬉しい悲鳴です。マジで。うん、こんばんは。いや、人気もあって。な親父まだ死んでねえよ。寿司屋らがす 愛されてるいや今年はファンとのねコミュニケーションネットワークがすごかったからねこんばんは俺がね何欲しいとかマックが欲しいって言ったらマック来たしほんとに恥ずかしいまあほんといろいろ他にもはいちょっとは見せるよそれのセッティングもだから俺昨日マックマックマックのさ モニター速攻買ってきて、電気入って。いや俺、俺、マック使ってたよ、今まで。マック。iMac。うん。当たり前じゃ無気焼き,りきりな、ね、こんな。こんばんは。最強の、最強の作曲マシン手に入れたんだから。こんばんは。モニター、いや、新しく買った。うん。なかったとかじゃなく。お疲れ様、ま、もうこんばん。 いやもうほぼ最強スペックよ。マックスタジオ。まあ、他にもとりあえずね、ほんと、誕生日コメントとかお茶漠とか、あるとね、みんな。ほんとに。いや、毎年毎年洗ったよ、ほんとに。言葉がないよ、マジで。うん。現金とか、そんなもんじゃねえんだよ。お金じゃないんだよ。うん。やっぱ何よりみんなの愛がね、はい。みんなの愛が、 あの嬉しいです。何も送ってねえんやけど、あれ褒めたたえてるでしょ、俺のこと。こうやってお前ここにいるんだから。俺のことを、ね、あの、好きな気持ちがちょびっとでもないと、ここにこんな来んねえんや。こんなさ、今日何曜日だ土曜日か日曜日か、うん、てか明日も配信すんじゃねえか俺。<laughs> めんどくさ明日配信すんだよね、静止画家。ああ、めんどくさいじゃない。明日、はい。明日誕生日配信やります。明日。 明日メンバーと誕生日配信あります <laughs>。明日夜の10時半とかぐらいから誕生日配信します、メンバーと。精神薬あざンス今着てる服も、うん、これもタンプレもらったっつ。ちょっと見せるよ。ゆうのすけ来る、こんばんは。モノくんとゆうのすけ来る。みさこさんはわかんない。ちょっと電話とか出たら。ものくんモノ君とゆうのすけには明日プレゼントもらって。 みさこさんはカニくれた。カニ。うん、あいつ。生ガニ。うん。配信外で食った。なんでちょっと僕、昨日からだから、プレゼント誕生、大量の誕生日プレゼント開封でね、あの、本当にマジでね、あのー、寝てないんで <laughs>、こんなんです。だから、この後ね、俺ね、そもそも今日は、第2回目、今年第2回目の誕生日配信で、 にあの、会員限定2個生まで寝ない、寝ない、寝ない、あの、8時半から夜の8時半からそう、会員限定2個生まであの、そう、正規2個生まで第2回誕生日配信がはあのは、行われます、今日はい、会員限定なんでそっちは今、楽屋です、これ精神薬屋なんです。ってか喋ってないと俺もやばかったから今、やってます。<laughs> <laughs> やばいほんと喋ってないとなんかもうフラフラなんかしちゃってああモーラステープとあ見せるよなんかちょっとだけ、うん、せっかくだしうん、全部全部100年生きたの全部が全部ちょっとね当然ね俺も別にそんな見せる見せるなんてそんなしてないからさ毎年ねうん明日はフリキャスうん 毎年そんな、さりげなくあれはいいぐらいなんねなん配信画面。ね、俺んちに届いたのは事実なんだから。ね。ほんなんかさ、包丁とかさ、落ち葉ガイザースカミソリとかさ、ね、ロケットランチャーとかそんなもんお前らがさ、ぶん投げねえ限り。こんばんは。うん、俺んちにはちゃんと届いてるから。でもほんと服がね、 70着ぐらいあってびっくりした <laughs> こんばん俺こ服は本当に難しいぞって俺はね言ったじゃん言ってたんだ服に一生怖いあの俺はセンスがさ激しいからうんセンスが激しいからなあの自分のナチュラルセンスでまた服を送ったあとね 70着とは、だから、だから俺結構、あの、気に入ったやつだけ着るよみたいな感じで、まあ1回は着るよ、マジで。てか1回、それも着たんだよ <laughs>、70着全部、マジで、鏡見て、ほんとに。うん、それもね、何時間かかったかわかんねえ。お疲れさん、うん、すごい。70着ってかわかんねえ、もう70着以上ある,あるかもしれない。結構あるよ、こんまそれ全部見せないけど、うん。 まあまほんとにあめちゃくちゃあるうんでさあのー、何着生き残れるかっていうのは、うん、だからそんな風に言ってるから服はちょっと少ないかなって思ってあお誕生日の人のぞくはやとなうん,なんかその服はさ今年はさまあ例年に増してこないかなって思ったそしたらさ あ今までで一番来たな <laughs> てか、倍、倍以上来てるな、俺な、ね。どうなっちゃったんこれ俺、びっくりしたよ。服だから、来ねえかなって思ってた。10着ぐらいから、今年は。俺だからハードルめっちゃ上げたから。倍以上来てっか。どういうことだよ <laughs>。どういうことだよ。うん。言うとくる、今冗談っつう。どういうこと、何があったんですか。あ、嬉しい叫び。 うん、嬉しい悲鳴あ、ずっとあげてます、こんばん俺、誕生日プレゼント、だからみんなからね届いたから、家に。だから250個ぐらい届いたから、全部総合で。ちょっと今、7時50分か、8時15分ぐらいには、20分ぐらいに言うけど、ね、終わりにしよっかな。今日は第2回目誕生日配信がね、会員限定正規、あの会員限定をニ個生でやります。そこでもめっちゃ稼ぐと思います、今日。 あの何個飛んでくるか楽しみだよ、こんばんは。それだけじゃなくて、いっぱいギュッとバーってね、そうそうそう。で、明日第3回、誕生日配信あるんで、そっちは会員限定じゃなくて、あのフリーのね、みんなが見れるやつで、夜の10時から、そこもまたお茶バク、ドガーンって、このね、3回で、いくら稼ぐか、また俺が、こんばんは。はい。ドガーンと、アイザンステも 毎日誕生日会ね。いや、毎日はそんなんするわけないじゃん、毎日なんて。ねえ。まあ、3回してんのも大概だけどな。<laughs> 3回してんのも大概だけどな。あ、花ちゃんありがとうございます。<laughs> 花ちゃんありがとう。でも、モノくんは明日来る。うん、モノくんは明日来る。あの、けどみんな本当にね。 いや、俺は金金金金いつも言ってるけど、本当に、俺はちゃんとね、自分のことをね、いあのフォローしないといけないのが、ちゃんと俺はマジでいつも昔から言うように、コメントとか、そういったね、気持ちだよ。気持ちがだから一番やっぱうれしいからさ、お金がない人だっているわけだしさ、ね、いろんな人がいるわけだから、うんそういったこともなしにしても、俺はやっぱそういった気持ち、うんそこは本当だよ。本当、本当、マジで。うん <laughs> いや,優し,いさいや優しいとかじゃなくて、愛をもらったら愛で返すのが当たり前だろ。優しい。お前らさいつ、昔から言ってるけどさ、ね。愛を、な、くれたから、愛をくれた人には愛で返すよ。ラブ、ラブだよ。ラブ。ラブでやんねやと。やっぱ、ラブ、ラブ。うん。 別にあな、ピースとは言わねえよ。ラブピースとは、ラブヘイトでもだよ。ヘイトでも、ね、ヘイトでもやっぱラブねえと。うん。こうやってね。ヘイトするにも、ね、相手をね、なんかこうやってヘイトするにも、やっぱちょどっかしらラブねえと。ね。うん。っていうのもまあね、基本的にはちょっと思うとこもありますよ。うん。綺麗事かもしんないけど。 こっちばくあざます。できる限りあざます。ちょっと待ってください。ちょっとはもう8位か。えぇ<ー>。何もプレゼントできなくてごめん。いいよ。だからお前らいつも謝るけどさ。そういった気持ちがさ、俺は本当に嬉しいんだよ。ありがとうな。だから毎年な。みんな。うん。いや、辛くないよ。一周回ってきれあキレイ、一周回って、あの、はいだよ、俺今。きれいごとでも私はそうラブラブ。うん。 めまくんな明日,ああ明日夜の10時半ぐらいからね何も反応してないすいませんでしたいや今してんじゃらとなリンゴジュースと餃子気持ちが集まる便利になりそう今年は遅れなかったお誕生日やったいやとなみんならとなちょっとじゃあこれから新、ね、うん10時半かあ明日ね明日なら見れるそれ見れるまずね いやこれ全部はなんか俺も紹介とかあれなんですけどわかんないけどねもうなんかうもうとりあえず写していくよもう何もらったとかそういうのもね今年何もらったとかそんなと特にいいんだって送った人が分かりゃいいじゃんいつも言うんだけどさ、ね、おこういうのは送った人が分か,分かりゃいいじゃんね送った人がさね何からこういうのまたもらいましたこれあれやとう、ねうん、送った人が基本的にはさ かいいもんだからこれ今キッチンではいねこのザリガニのやつもねエビエビ、エビ、エビせんべいがめっちゃ多かったなんかエビせんべいなんかすっげえ <laughs> 全部さ俺お菓子エビだったんだけど <laughs> エ,ビエビとなんかあとはなんかチョコとかなんかいろいろそういやザリ,ザリガニエビ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 なんかエビえびえびえせんがめっちゃ多かった エビあとこれもエビだしこれはアップローチかアップローチもあったえっ、ー、とこれもこれはチョコレートねこれこれもこれもエビこれもなんか海鮮のエビみたいなやつはいこうやってポン、ねはい、エビがね鳴りやまないとかありがとうございますコ、はい、ーディーバのチョコをもらいましたありがとうございますはいでも同じ人じゃないわかんないそんなそんなことないと思う同じ人じゃないよこれ砂利豆 あとこれ服服はちょっとねあのー、こっち今まだあの第3の前にほとんどあるんだけど向こうの部屋にねもうちょっと今服は服でねまだこれ一応全部着たんだけどちょっともういろんなとこに置いてあるよこれ全部プレゼントの服だよこれもここら辺も全部プレゼントの服です <laughs> マイスリーアーザースあプレゼントあったさー,ーアーザーあったさうん、んでこれもポチャッコンのやつとかまあいろいろ。 収納だからそうなんすよほんとにやばいうんまあちょっとこんなんまだまだこれのこれの20倍20倍30倍あるからね <laughs> マジで30倍ぐらいあるからなうんとりあえず置き場所がちょっとね <laughs> ないから今ここに簡易的に置いてますはいあと機材そう機材もね欲しいって俺頼んでこれねリズーマシーンこれありがと これ DR670 ここれあれだとははいポンタもう廃盤になっててライブで使ってるやつなんだけどこれなくなったら俺ライブできなくなっちゃうからってことであお前ら帰って海外からでもね宇宙から取り寄せろって言ってしかもこれピンピンク装飾してあってさそう顔めっちゃかわいそうこれいやこれあれやとマジこれピンク装飾そうそうこれも嬉しいマジで。 うん、アとザンスみたいな。ね。あとはなんだあとはこのコップもそっか。ね、あっマ,マイスありがとうございまポチャッコのあれ何ありがとうごえっとなんだあとこれもそっかな。これもエビだよ。エビエビのじゃがいもでお頬をつくのね。職人賞。えっとあとは。 あとはスケッチブックもこうやってコピックとかのねあとこういうのも来ましたね書くやつこういうのも毎年くれる人いるねコピックのあやとねこういうのもね、うん、いやもう紹介しきれないってマジであサウナハット来た <laughs> サウナハット来てあとこれだあサウナハット来てこれカリンバ、ま、カリンバだよねこれカリンバ2つ来たんだよねこれ別の人だと思ううん別てか別の人だそうカリンバ2つ来た これかぶるってねすごいよねそう色,色,、まあ、色違いかわか,かあれいろいろけどカリンボ2つ、はい、これでねちょっとまた曲作りとかにもね使わせてもらえますいやでもこれ本当嬉うれしいこういう木材何かカリ,こここれカリンボねこういうそう2つきましたはいあ,あビデオカメラ来ましたこれはいビデオカメラ これビデオカメラねビデオカメラもなんか別に、ね、あああったらいいなみたいなことを配信で言ったらこれちょうど俺が前使ってるやつのあの上位上位互換版なんでありがとうございますこれもねこれ同じ使えるこれバッテリー超ょあれやったら使っていくよあ,あビデオカメラああ上位互換のやつきたうん、うん、だからこれもねあのなんか MVPV 撮影とかいろいろ使っていきますこれからええー えーとちょっと引いたいや全然だって一番値段で言ったらだからマックスタジオ来たからねこれですよだからこれのセッティングで俺これ自分でモニター買ったんだけどこれは自分でねモニター買ってこれやばいよもうだから <laughs> だからこれのセッティングでちょっとねまたねいろいろねそう時間かけたりそれって何なのって何かないが何なのってこれ作曲マシンです はいススーパーパハイスペック作曲マシンです俺も前までこれ使ってたんだけどそうスーパーハイスペック作曲マシンああこれやばいよほんとん。いやこれほんと立ち上げた時さ昨日さ俺さもう涙が出るほどさ マジ感動しちゃったあとこれ画面拾い,のいいいのな適当になんか買ったんだけどさそう画面広いのいいわなこれうん画面広いの <laughs> 画面広いのすっげえいいなって思ってうんはい今これ適当にはい 画面広いのこれそうモニター広い,いの適当に買ったんだけどモニター広いの買ってよかったなと思ってはいこれなんかあれね s k c ビューツ e ではなんか俺がたまに保存してるんであのファンああみたいなやつしてる s k c ビューツ e で、うん、そうそうたまにねそういうのもね僕ちゃんとねあの気に入ったやつはあの写真ホルダー入れてるんでだからたまに、ま、でもこれすげえなんかハマって今めっちゃハマってるねこれねめっちゃハマってるよねこれ <laughs> めっちゃハマってるよねこれ。ああ、まあそういう感じでね、いろいろはい。まあ、これはこれでありがとうございます。はい、いろいろねやってます。はい、えー、っとはいはいじゃあ向こう行きますか。はい、まだこれだからこれのセッティングもね全然まだあのソフトとか音楽ソフトとか入れてなくてこれもねあのー、めちゃくちゃいっぱいね。 あの本当い俺ね23ヶ月間引っこもりてえわ <laughs> あのセッティングのためにうんセッティングのために23ヶ月間引っこもりてえいやそんぐらいやっぱ時間かかるからねまだまだあんのかないや、まあ、これまあこれもたたそうだし、ねまあ、こういったの別に昔からね送られてきてるやつもここらへんいっぱいありますけど、はい、あタバコもいっぱい来たタバコもねこれあらとなタバコもねいっぱい来ましたよ うんあとこれなんか絨毯も来た、はい、なんか絨毯も来まして、はい、そういう感じでなんかまあいろいろあとねあのこういうカッコントとかねかっこんとかあとこれいったね医薬品アートなフェイタス、はい、あとロキソニンテープ、ね、ロキソニンテープとかこういうのなアートなアートな。<laughs> えーっとまあここにあるのはちょっとまあ他にもあると思うけどまあいいやはい、はい、また行きます、はい、30分後にお名前あるんであと服はまあ本当にあとこれパジャマとかまだまだあるからねこんなだからほとんど第三の間にやってるんだけど今適当にこうやって、はいでもなんか結構やっぱねこういうねなんかやっぱね 僕がなんかこういう着そうなライブでも着そうななんか服とかもね可愛い,いなんか、ね、送らはいこんばんは」送られてきたりとかねなんかいろいろねありがたいですはいまあライブでもねなんかねおきなんかこれこれぞってやつは何かきょうだと思いますはいなんかいろいうん何かそういろいろあります これもなんかこういうの作ってくれたのあるとね。うん。うん、これもそうか。そう作ってそう作って作ってくれたのとか、うん。これもこれも素晴らしい。うん。これはこれは去年来たやつかなギター。うん、のあの洗った。いやこっちの部屋はね、だからあとまたお香とかリラクゼーショングッズとかね、あとこの猫のマットも来たし。 使わせてもらいましたこれなんか猫のマットが外もね可愛いんであとこいつもねあれだとねこうなんか羽毛,羽毛布団みたいなのこっちも服はねだからもう第んの間にもうど置き場所がなくてさマジさそう置き場所がなくてかハイカラな服も結構なんか昔から俺着てさサイケデリックな,やけ,サイサイックなやけにサイケデリックなやけにサイケデリックな服を送りつけてくるやついるよなすごい服。<laughs> <laughs> マジで <laughs> 事故るだろこれ車乗ってたらまあありがとうございますでもありがとうございますはいジョニー・デップみたいななんかこういうコートもねなんか来ましたまあとりあえず本当にいっぱい服はもうねキリがない服は正直キリがねえよもうキリがないあとタ,タオル系とかもねこういったのとかありがとうねうんあとはああとはこれマッサージマシンでこれねはい マッサージマシンこドクターイヤーのあれとはい、あとクリスマスツリー一足早いクリスマスツリーねありがとうございますはいあとはなんかいろんなここらへんねここらへんもなんか送られてきたやつですおこお香とかやっぱこうリラクゼーショングッズとかすげえ多くて、うん、これはなあこれこれたこれたあっこ極上あそう高級タオルもいっぱい来たから <laughs> そう極上なの <laughs>、はい、えっ、ー、と そうリラクゼーショングッズとかなんかこういうのとかねはいはいこここれですねもう全部全部もうここにはいもうこここう来たやつは今年全部来たやつですねはいもうここらへんあるやつはあ霧の中にタオルいやもう,う高級タオルも欲しいなってだからいね僕言ったじゃんだから本当に高級タオルもねいっぱいいっぱいなんか来てありがとうございます はい、あとこれとかなんかここら辺もア,アロマとお香がめっちゃだからあと来た俺がハマってるって言ったからアロ,アロマとお香は本当にね向こう10年なんかねもう大丈夫なんじゃないですかあのおさんはいあとこれジュラピケだね、はい、ジュラピケいいねやっぱこれね色合いねこれもね可愛い,いあとはこういうなんかねなんかあとこっちにも服置いたりしてんだ <laughs> もうねもういっぱいあるよ本当にちょっとほ本当にねしょ 俺はまあ紹介なんかだからしねえんだけど紹介なんかしきれねえよ。うん、あっオルゴールもだからありがと俺う俺、ん。オルゴールの魔法が。うん僕の曲作ってくれたやつです。 あとこのキノピオのやつもねあれあとねオルゴールもなんかたまにねよく届くよねうんはいあとはなんか、まあ、こういうのとかなんだっけいいやはい、うん、俺はまだまだあるよあ,あとこれファンレターだうんこれファンレターまあこれは当然見せませんよ中開けて これファンレター。うん。め、これも、だから、もうすげえい,いっぱい来てるでしょ。全部読んで。うん。これも全部読んで。ファンレター。うん。ビニール袋。はい。これもね、ちょっと大切に保存させてます。もっと袋あ,あるやる、ね。いや、これファンレターこんなもんかな。うん。うん。いや、もうだって、もう今日、ほとんど寝てねえもん。昨日から。 あとはこっちですねもうこっちはこっっちちはもだからちょっと小物系とかお貸してもらいましたはい、うん、ファンレッー読んでようんあらっとね開封に時間かかるねうんまあこういったな誕生日プレゼントあとコップもだからめちゃめちゃ多かったなコップ系とかこういったもんねあらとね作ってくれて、うん、手作りのやつもみんなちょっといろいろあるかと思いますが あとはこれもまたハッピーバースデーのねこういったねやつとかねあれとな、はいはああこういうのははい、はあ、まあとりあえずねもう皆さんね自分がねこんだけねリスナーいればね自分が送ったやつもねもうね映ってる人さぞかしねあのね26人ぐらいはいるかと思います、はい、もうね涙流してるんじゃないですかね本当に残さんち届いてるとはいいしょ うん、映していやあとこれジャグジージャグジー来たんだけど <laughs> ジャグジー来たんだよね <laughs> 自宅でジャグジーできるみたいなお茶をお母さん <laughs> 俺ジャグジーがなんか夢,夢とか言ってた <laughs> だからちょっとさ <laughs> そうそうそう <laughs> これちゃんとなんかメッセージでさねこういうことじゃないと思うんですけど疲れ取れたらいいですね <laughs> そうこういうことじゃないんだけどありがとうなでもいつかなんか配信とかでも使える時あったら使うわいやこれは絶対使うんでふだ普段まず使いたい一回使ってみたいいやジャグジーマシンこんなあるんだと思って、うん、ありがとうございますあと靴もねこれ靴もありがとうな、うん、はいあとこっち小物系はあぼ帽子かあと帽子帽子はねこれとこれとこれかな帽子はうん あと、小物系はちょっと、そう、ここら辺にまた、なんか追加されました。はい。小物系がね、はい。いろいろと。ハッピーバースデー、アラザンス。はい。ここら辺もちょっと、ちょっとだけ整頓しましたうん。まあ、こんな感じ。はい。お供えペン、もう余、いや、まあ、まあ、まだ、まだちょびっとあるから。でも、なくなったら、余白はなくなったら、ちょっと別の部屋使ったりするわ。 別の部屋使ったりします予約がねなくなったらね今そんな感じですはいでなんだあマイスライザーズハンス誕生日とは愛がすげえいやほんとだよあと鏡来たねっああハッピーバースデー t h a n ンキューここにここにここになんかハンマーをつけて飾って あとそうおこうおこうとはこういったやつこういったやつもなんかね今オレンジすげえいい匂いなんだよねだから <laughs> オレンジすげえいい匂いなんだよ今 <laughs> めっちゃいい匂いしてんだよオレンジマジでそうすっごい匂いしてるあ,あとこじこじのこれとかなんかこれとかもそうだねあれとあとはこれ日焼け止めとかももらったやつだしディオールなのこれも,もらったやつだしあとはなんだ あとちょっともうねいっぱいありすぎてもうちょっとどっか映ってんだろうこれタオルもらったやつだよこれこれも高級タオルかなこれ、うんあとシャンプーも結構きたなシャンプーうんシャンプーも多分ここら辺もねシャンプーとか化粧水とかそういっぱいきたなんかあの俺の頭皮頭皮に関してのそう頭皮にかん大体それ <laughs> シャンプーは大体いいこういうの頭皮に関してのやつはい 俺シャンしてんだけどね今 <laughs> まあまあでもシャンってずっとシャンしてるわけでもないんでまあまあちょっと使わせてもらいますよそう当然ねその1回ぐらいは合うか合わないかわかんないけどうん、うん、たまにはうんだからそうそうんか髪が増やるうんだからちょっとねうん1回ね合うか合わないかまた別にしてはい使わせてもらいます1回ははい絶対えー、っとあとあ入浴剤だ、はい、入浴剤ね入浴これ入浴剤これ全部です <laughs> これ届いたやつ <laughs> はいここれれ入浴剤 <laughs> これはもう,もうちょっとめちゃくちゃありすぎてちょっとあれかな <laughs> またうんもうちょっといっぱい入浴剤がねなくなったって言ったからめちゃくちゃ <laughs> ちょっともうこれはうんそうそう去年はそう全,部全部使ったからなくなっちゃったって言ったらそうもうなんかもうとりあえず。 これもう1年どころじゃないでしょもうこれもうねえこれもう1年どころじゃないよもううん、でもありがとうございますうんライブ、あそうだねライブそうツアー中には持っていけるからそうありがとうそうだねツアー中には持っていけるあとそうタオルですあタオルがもうほとんど総特会 <laughs> 総特会してるうん、俺タオルそうこれもうミルカーに高級タオルでしょ <laughs> <laughs> なんかこういうのとかこういうのとかなんかイ,イラストとか俺の名前書いてあるやつもあったな,なんかなまあいいやまあみんな送ってくれた人はねもうねわかるでしょうねあそうカラフルでそううんああとこういうのもあるとかね、うん、もう完全にカラフルねはいあとはバスマットが来てえっ、ー、とこっちはけど うん、キーホルダーとかこういうのあとこれもアロマのやつかあとこれもそうだね <laughs> だから結構アロマオイル系のこれもそうだしこれもそうだしね、うん、ああめっちゃきてたから <laughs> アロマオイル <laughs> アロマ本当に俺だって無印良品店見てるの俺んち <laughs> マジで <laughs> ここら辺が特に 無印良品店みたい。ほんと無印そんだけめっちゃいい匂いで漂ってんだ。俺今 <laughs> これ本当うん。ありがとうございます。リラックス常にで,できてます。リラックスが常にできてます。はい。まあ、でも大体。まあまあこんなもんっていう感じじゃないんだけど、まだあんだけど、うんちょっと紹介はね。もうね。 あとはもう、うん、もうなんかね服とかも向こうにいっぱいあるよ <laughs>、うん、だからもうちょっとうったよ、うん、今後ね来たり来たりしてねこれトトロは去年もらったやつね久々に引っ張り出してきて、うん、まあそんな感じで今8時分14分十四分なんでちょっと終わりしようさあとそうあとそう,あと,そうあとリンゴジュースだ <laughs> あとここですあこれ単純プレスじゃん俺がっと単純配信使うやつだ <laughs> 昨日買ってたあと酒とねそう あと、これら辺、のい、飲み物とか、全部そうです。はい、飲み物、飲み物全部そうです。はい。飲み物全部そうです。はい。あとは、これは、キュイトニックのやつか。キュイトニックのやつも来た、アップルジュースがめっちゃ来たね。あと、これの酒、酒ですね。はい。あとは、ここも、キュイトニックのやつとか、酒。酒。リンゴジュース。リンゴジュース。みかん、なんか。 あとこれこういうのとかあれやとなうんシュクあれやとなこれすげえなこれもキュイトニックなんだよねあーどうどうあとかとかあとかニ、カニあとはカニ、カニきましたカニカニ味噌もはいカニはいあれやとタラバガニありがとうカニか,かの缶詰 はい、あとこれも来たはいえー、っとあと何だあとはこういったなんかここもそうはね、うん、ここら辺もなんかはいもらったやつですうんあとはこれとかねまあいいやこっちもまだあんだけどねまあいいやまたいずれ飲んではいえー、あと何いやいっぱいあるってだからもういっぱいありすぎんだよもういっぱいありすぎんだようん こんな全部紹介できるかあ,あとなんかこのなんか釜地獄の窯、うん、これもなんかあれやったななんか地獄の窯もらいましたこれ多分なんかあれじゃ配信者が配信者がなんかゆなんか床とかテーブルとかでなんか鍋配信とか,なんかや,りやるやつしょやったやつでしょなんか俺もそれじゃあいつかやるよなんかやれる時あったら、うん、タイミングで うん、置き場そう分かっとるわ <laughs> 置き場がここじゃないのは分かっとるわそこまでバカじゃねえよ俺は <laughs> これで火つけるわけねえだろ <laughs> だから置く場所がさないんすよもう置く場所がちょっともうねいやーこれもうさどうなっちゃうんだろうな俺40歳40歳ぐらいあったら本当にちょっとね俺家が爆発しちゃうこれ家が爆発しちゃううん 家が爆発してしてまうマジであとこれ100均で買ったんだよ今日の誕生日配信のために俺もうこの頭狂ってる中頭狂ってる中ね100均いって <laughs> ねこれとこれとこれあとさっきのケーキ買ったんだよ散らかのやつうんとりあえずでも本当にねまあこんな感じでまあ全部じゃないですけどまあまあ大体ねうん。 なんとなくのこういう感じは来たよってことではい感じですはいはいあああとそうだあと箸とかあとこれもそっか目の前の感じれたいやまだあるよてだからまだあるってこれマドラマドラとか箸とかそううんなんかとりあえずあと紅茶とかも来たうんあ,ーあとは リラックツリックマのツリックマのやつ来てんうんまあそんな感じまあまあまあまだあるだからまだありますもうとりあえずはいあとなあいろいろだから開封まだまだ服もいっとりあえず服がまだめっちゃいっぱいその開封して機材はってだからさっき見せたろ ああ、さっき見せたの機材、うん。ラムネも、ラムネは自分で昔買ったやつだよ、5年前に。髪型面白いね。うん、ありがとうな、ん。髪型もこんな,なるんなれ。ベートーベンみたいな,な、寝てねえんだって、俺、マジで。昨日、寝たけど、たぶん3時間、4時間しか寝てない。うん、だからそれからずーっともう、 開封して、あとは、なんかそのね、ゴミ箱、ダンボールとかそういったゴミとか、箱とかさ、親父と手、親父と手伝ってさ、捨て、捨ててさ、まとめて。いや、超疲れた。<laughs> マジで。で、俺、こっからだからちょっとね、もうちょっと配信、これ、キャストがありますけど、あの、会員限定2個まで、第2回誕生日配信、これから、8時半から、多分5時間ぐらいやるんで、お疲れ様です。はい。ちょっと、あの、はい。 楽しいます <laughs> 疲れてるけど、でもね、まあまあ、なんかもう一周回って、なんか楽しい気分だから、うん、全然大丈夫っすよ。お疲れ様。で、あの、全然フリーで、会員限定じゃないキャス、明日、メンバーと夜の10時半ぐらいからやるんで、よろしく。明日。明日のフリーキャスをいます。明日だ、明日も誕生日配信あるんで、明日もうちょい僕だからね、よろしくお願いします。はい。また見ます。ならよかった。ちょっとコメントあんま、ちょっと読まなくもね。 ちょっと今日はね、ちょっと本当にそんな感じなんだ俺。コメントがちょっとね、追いつけないな、お疲れさん。見えてんだけどね。合宿のように、ああ、またお疲れさまです。深夜、青肉も、え合宿、ええ、お疲れさま、リンゴジュースも多分。これはこれは買ったやつだよ俺。お茶葉ガイザース。全部がタンプレじゃないからね、俺んちにあれつ。勘違いすんなよ。俺だって自分で買ってんだよ。もう6月ずっと誕生日で、だ,だめやねん、ね。それはね、ちゃんとね、さじ加減っていうのがあるから。お茶葉ガイザース、俺3回あけ。3回か、金儲けすんのは3回。ね 3回も多い気がすっけどね <laughs>。俺謙虚だよ。お茶バぐらいイド3回も十分ちょっとチャレンジしてるよ俺あ。3回誕生日配信するやつなんかいねえだろ。お茶バぐらいイド YouTube ライブだしなきゃいから <laughs> あと明日で最後です。とりあえずじゃあね、またね、そんなこんなでちょっといろいろ皆さんあの、プレゼントとかお茶バくなり、あの はい、コメントなり、ありがとうございます。あと、リップなりね。何やら分からなかったら、今日の参考にします。あの、ちょっと、いろいろありがとうございますけど、本当に、お疲れ様。みんなの愛が本当にね、マジで、嬉しいだから、悲鳴です、これは。マジで、嬉しい悲鳴だよ。はい。少し読めるということで、お疲れ様、お疲れありがとうございますまたね。 YouTube ライブはいつもいいね終わりですから、また落茶ばかりやすんでください。よくかみしめない、正義でプレゼントあるとあると、うれしいね。正義に、また愛され、またあとで、お疲れがちゃんと解いては嬉しいです。またお疲れ様。またね、さよなら。またあとで、またあとで、またで、幸せ。またあとで、またあとで、幸すまたね。体調は大丈夫で。ニコナは今来た。えっと、じゃあね、また、あした、美しくて。あした、また明日。俺ごろ、ありがとうございます。また明日ね。残りが引っ越したいっていうのが分かった気がする。まだ全然、部屋は全然まだ余裕あるから大丈夫だけど。 まあいいや。はい。お疲れさん、ま。また明日ケーキ。はい。チャーター。お疲れさん、ま。じゃあ、また明日ちょっとよろしくお願いします。おつのこまったね。お疲れさん、ま。お疲れ様です。あずまさん。大丈夫です。お疲れさん。またステーキ。はい。また明日ちょっと。メンバーとの誕生日配信も。メンバーから何もらえるかとかね。みんなからまたね。愛のお茶箱とコメントが何もらえるか楽しみにしてます。10時半ぐらいからやるね。はい。<laughs> こんな <laughs>。これ以上にゲっそリしてるかもしんないけど <laughs>。まあ、ちょっと。 まあ分かんない。ちょっと今日はよく寝るようにするよ。できたらするよ。はい。はい。ね。たぶ白目になっちゃうから。これ以上いっちゃうと。うん。あ明日明日。明日っす。はいあ。メンバーくんの。じゃあね。うん。よく寝てね。あっとね。うん。今日行ったり。うん。忘れますよう、ね、に。まあまあメンバー、俺が別に白目になってても、他のゆうのすけともノくんいるから。まだだから。 大丈夫だよ俺が全然停止してても。<laughs> モノくんと言う o 優そうそううがいるし。全然大丈夫です、そこは、うん。俺が白目なんか喋るやついるから、他二人。<laughs> そうそうそう。だから大丈夫。うんうん、のこさん、平八見た鉄拳のな。ありがな、はな、い。じゃあな、はい。じゃあね。はい。はい、さよなら。今から配信やるっいうことあ、いや、俺8時半からやります。はい。 ミサゴさんはだから東京なんで離れてるんで、そうそうそう、ちょっと遠いから場所が。だから電話とかでもしもね、参加できたらって感じ。まあミサゴさんからも単純プレもらったからね、カニね。うん。ありがとうございます。またね。じゃあちょっとお会いしさよなら。ありがとう。またね。じゃあね。あ今日もお誕生日いっぱいだから、今日も誕生日配信。つってんだろ、バカだってめ,めっ。おい。な、バイバイ。またね。はい。えーっと、じゃあとりあえずね、ニコ生でこの後、誕生日配信2、ね、2回目やるんで。はい。そうそうそう。 まあじゃあ、会の人はまた7分後、よろしくお願いします。会員はもう食べきって、はい、またね、またそう,そうそう、まあ、じゃあね、はい、また、はい。じゃあ、ちょっとツイキャスの人は明日、よろしく。じゃあな、はい、あとな、とりあえずみんなありがとうな。